こんにちは、たまごのお部屋です。今日は先日行ったお台場恐竜博覧会2024の模様をお届けしたいと思います。最初に行ったのが恐竜博グッズショップですね。ここにはいろんな恐竜グッズがあってすっごい楽しかったですね。この文具コーナーとかすごいそそられましたね。先日ご紹介したアニアはここで購入しました。博覧会の受付を済ませるとこんな可愛いステッカーがもらえます。最初は翼竜たちがお出迎えしてくれました。こんな感じでね、空を飛んでたんだなと思うとすごいロマンがありますよね。はい、そして出ました、ティラノサウルスの巨大ロボットです。めちゃくちゃリアルですよね。隣にはトリケラトプスもいますね。ちょっとね、音声をねお届けしましょうか。これは怖いです。入っちゃってる子いますからね。でこれトリケラトプスを捕食してるシーンなんですけど、次トリケラトプスの頭出るんでご注意。はい、踏んでますね。今見ていただいたのが第1会場で、第2第3会場へはこのエスカレーターを使っていきます。第2会場にもこんな感じでティラノミムスフクエンシスの恐竜ロボットがリアルに動いていました。こちらは恐竜が子育てをしているという説が提唱されるきっかけとなった恐竜マイアサウラです。マイアサウラはいつ見ても子育てしてますよね。あとは足跡の化石なんかもありました。あとは第2会場を出たフロアのところにこんなアニアのジオラマがありました。ここはもうジャイアントツリーとか、あとはバトルボルケーノ、あとはぐるぐるマウンテンとか、すごいね、大規模にセットが組まれていました。ここがね、一番人だかりがあったかもしれないですね。第3会場に移動しました。ここのフロアは仕切りなどはなくて、広い部屋をぐるっと骨格が囲っているようなディスプレイになっていて、その会場のど真ん中は大きな大きなスピノサウルスがお出迎えしてくれました。こっちから撮ったらすごい逆光だった。どうですかこの迫力、すごいですよね。しかもこのロボット水中を泳いでるような体勢なんですよね。こんなに大きいのに天井から吊り下げられてるんですよ。なんでだと思いますか？答えは概要欄を見てもらうか、実際に会場に行って確かめてみてください。博覧会をやっていたフジテレビ本社を出て隣のアクアシティに来てみました。こちらは3階なんですが、こんな感じでアスレチックをやっていたので、お子様連れの方はぜひこっちにも行ってみてください。はい、ここからはお台場恐竜博覧会2024のオリジナルフィギュアのご紹介です。こちらが当初オリジナルフィギュア付きチケットを購入しないと手に入らない恐竜たちだったんですが、このチケットがすぐに完売してしまったためにやっぱりグッズショップに置いてくれることになったそうです。まずは1体目のティラノサウルスから見ていきたいと思います。なんかお菓子みたいなパッケージですよね。このフィギュアの原型監修は荒木和成さんという方ですね。では早速開けていきたいと思います。なんか普通にジップロックに入ってるような感じですね。ティラノサウルス開封しました。こんな土台も入っていました。カラーリングはお腹の方が赤で背中側が黒になっています。全体的にツヤがあってかっこいいですよね。お顔の方も骨格に沿った凹凸があってかっこいいですよね。歯も細かく作られてます。そしてこの土台をつけるとちゃんとね自立するようになるんですよ。わあ、この立ち姿美しい。このね、左側を向いて獲物を狙ってるのかなっていうこのポージングかっこいいですよね。パッケージの中に図鑑のカードが入ってたので見てみたいと思います。ティラノサウルス、最も人気のある恐竜の一つであり史上最大級の陸生肉食動物。下顎が他の獣脚類と比べると巨大で噛む力は相当強力だった。歯には肉を切り裂くための臼歯が発達し、太く丈夫な歯で骨ごと獲物を食いちぎって食べていました。全身は退化して指は2本しかなく一見貧弱だが、その力は強力で獲物を抑え込むには十分な力を持っていた
と考えられている。名前の由来、暴れん坊トカゲ。かわいい。暴君トカゲじゃなくて暴れん坊トカゲなの。分類、竜板目、獣脚亜目、ティラノサウルス科。サイズ、全長12-14m。推定、体重7トン。地質時代、後期白亜紀。分布、北米。1体目のティラノサウルスでした。2体目、フクイラプトル、開けていきます。フクイラプトル、開封しました。カラーリングは、お腹の方はグレーで、背中の方が緑ですね。グリーンになってます。ブラウンの縞模様が入ってます。はい、お顔です。こちらもなんか骨に合わせた感じで凹凸がありますね。で、歯も一本一本ちゃんと作られてます。そして手足には黒い爪が生えてますね。足の後ろ側にも爪が生えてます。すごい細かいですよね。そしてこのボディの恐竜の皮膚感などもちゃんと再現されてます。この腕の付け根の骨の感じとか、この皮膚のダルダル感とか、すごいね、リアルなんですよね。あとはフクイラプトルの方にもこちらの土台がついていたので、つけていきたいと思います。はい、土台につけました。これでね、また自立して、リアルさが増しますよね。左足を一歩前に出して何かに向かってこう威嚇するような迫力のあるポージングになってます。そういえばサイズなんですが、ティラノサウルスは長さ 8.7 センチの高さ 5.3 センチ、フクイラプトルは長さ9センチの高さ 3.8 センチになってます。だいぶね、この2体体格差がありますよね。フクイラプトルの方にもこんな感じで図鑑のカードが入っていたので読んでいきたいと思います。フクイラプトル、日本で発見された肉食恐竜として初めて全身骨格が復元された恐竜である。かつてはジュラ紀後期の中国に生息していたシンラプトルの近縁種と考えられていたが、大きな手の爪や走行に適した長い後足などの特徴から、アロサウルス類の中でも進化したタイプであるメガラプトル類であったという説が近年発表されている。学名、フクイラプトルキタダニエンシス。分類、竜板目、獣脚亜目、アロサウルス上科。サイズ、全長 4.2m。地質時代、前期白亜紀。産地、福井県勝山市北谷町。今回はお台場恐竜博覧会と限定フィギュアのご紹介でした。4月19日から5月6日まで福井県立恐竜博物館など、福井県の観光地をモチーフにした巨大ジオラマが展示されるみたいです。こちら、あのプラレールを使った巨大なジオラマになってるので、恐竜好きだけじゃなくてプラレール好きも楽しめる博覧会になってると思います。あれ、ということはアニアのジオラマが4月19日からなくなっちゃうってことかな。お台場恐竜博覧会は5月6日までやってるので、まだ行ってないっていう人はぜひチェックしてみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、いいねしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。